ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回は、本能寺の変シリーズ第16弾、秀吉の本能寺の変です。大好きで持論持ってる方、たくさんいると思うよ。ぜひ、コメントに、あなたの説をいろいろ書き込んでね。ただし、このコンテンツのお題の範囲でお願いね。まだ第16弾だから。これからいろいろ作るからね。それではタイムスリップ。光秀が本能寺を空襲して信長信忠親子を葬った時点で、一番近くにいたのは、摂津で、四国征伐の準備を進めていた神戸信忠、信長の息子。後には長秀太郎。その日、まさに2万騎が四国へ渡航する予定だったのである。しかし、本能寺の変を隠せば良いものをいたずらに噂が出回ってしまったため、備中高松から引き返した秀吉に合流した時には、その兵力はたったの4000騎まで減らしてた。信孝は自分では明智光秀に対抗できないことを悟っていたのであろう。織田家中では、明智光秀と対抗できる勢力はこの時、羽柴秀吉しかいなかったのである。それほど、この時点で、家中において実力が認められていたのだ。長谷川蔵人や、秀吉の帰還を待っていた神戸信孝、には長秀らの行動がそれを証明している。伝承10年、秀吉は、備中に、攻め入ってが、要害堅固な高松城に立てこもる清水宗春相手に攻めあぐねていた。秀吉は籠城する清水宗春を2度ほど攻めたが敗退している。秀吉は城の三方が沼であることに目をつけ、城の周りに堤防を築かせ、大河、小川すべてせき止めて城一面湖にした。秀吉の水攻めである。さすがに毛利輝元も危機を感じ、清水宗春を救うため、小早川隆景、吉川元春の期待の名将率いて、8万の軍勢で迫ってきた。この秀吉軍の軍師黒田官兵衛の黒田家譜には、小早川隆景、吉川元春が、4万、その後毛利輝元が、3万の軍勢を率いて、遥かかに陣を取ったと記載されている。ちょうど、天正10年5月初め頃の話である。この頃、秀吉は、信長に救援を求める使者を送っている。一方、高松城内では、毛利輝元の大援軍の方を聞いて歓喜していたに違いないが、黒田家譜は、この頃、すでに、高松城の周りは湖となっており、また、水が深いため、援軍との連絡は一切取れていなかったと記載している。城主清水宗春は、兄貴清氏入道と相談して、どんどん水かさが増していけ、ついには、兵がことごとく溺死してしまうことを不憫に思い、兄弟共に自害して城兵を助けたいと、羽柴秀吉の家臣、八塚彦左衛門、松原七郎左衛門へ書状を使わして秀吉に告げたとある。そして、清水兄弟は、戦場で切腹して果てることとなる。伝説では、本能寺の変を知った秀吉が、毛利と和睦を結ぶ条件として清水宗春切腹を提案したことになっているが、黒田家譜では、清水兄弟から、切腹の申し出があり、羽柴秀吉がそれを受け入れたとあり、まだ、この時点では、本能寺の変を秀吉は知らない。この頃、ちょうど天正10年6月2日、本能寺の変当日で、長谷川蔵人が、運命の飛脚を秀吉に使わした日である。そして、光秀から、兵行の誘いを受けた細川藤孝が出家して、三塩前の長安に飛ばしたのである。また、堺にいた杉原栄次が備中高松へ空港していたのである。天正10年6月2日、備中高松では切腹が行われ、検視として堀尾重康が使わされた。援軍に来た毛利輝元、吉川元春、小早川隆景ら7万騎は羽柴秀吉軍と対峙したままとなっていた。決戦すれば両家とも大きな損害を被ることになるので、和睦する旨を伝える目的で、周り側の暗黒寺へ呼び出した。
黒田官兵衛は、暗黒兵衛とともに、翌3日、吉川、小早川と対面して、和睦について談合したと、黒田家譜は記載している。これと謀反記にも、同様の内容が記載されている。人質、生死、五カ国の譲り渡し、それに加え、織田家の帰化に続くとまで言ってる。完全に毛利家の敗戦である。平成の多い毛利家が不可解であるが、これを引き出したのが信長、信忠の援軍である。信長が、どのような人物で何をやってきたかは、もちろん毛利家は知っていただろう。秀吉は、信長に援軍を要請した。これは、毛利家を戦わずして組み入れるためである。信長、信忠本体が援軍に来るというのはいわば見せである。秀吉は、信長、信忠本体が来れば、もうどうにもならない。あとは大量殺戮が行われる。それより、ここは和睦してはどうか。織田家の傘下となれば、その災いが降りかかることはない。くらい言ったのではないかな。毛利家は、前には、織田家、後ろからは、空襲の島津家が、毛利討伐の準備を進めていたのである。滅亡は必至というところだったのだ。毛利側の暗黒自衛隊は、羽柴側の条件をすべて受け入れる方向で受諾したのである。これによると、毛利側は、織田家との総力戦は不利と見ていた。そして、このままでは、毛利家が滅亡してしまうことを危惧していたのだ。そのため、再三、降伏の使者を使わしていた。信長が到着する前から、交渉は始まっていたみたいね。ところで、暗黒自衛隊と秀吉は、実は、足利義昭追放時からの付き合いがある。その暗黒自衛隊の秀吉砲が、なんとも不気味なんだな。信長は、3年から、5年はこの後続くだろう。釘にもなるだろうが、すっ転んでしまうだろう。秀吉はなかなかの人物である。本能寺の変の9年前のことであった。次回は、秀吉の天下取り。通国大返しです。お楽しみに。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や、面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録ポチッと。してもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。